どうも皆さん、こんきき、今日はアニメコラムの時間だよ。コラムですか？いや、もう書きたくなっちゃってさ。これ2022年1月29日、土曜日で、電車の中で記事の下書き書いて、後徹夜して動画作ったんだけどさ。そこまで？だってさ、あの日語枠が復活するんだよ。あかん、リュウさんのアホみたいなテンションについていけへん。なんや日語枠って。日語枠は、その名の通り、日曜17時からの枠を指すんだ。ああ、そういえば。日曜の5時って、いろいろなアニメやってましたね。あれ、そういえば、最近はやっとらん感じですか？うん。日曜5時の TBS、および MBS で放送していた枠は、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズの2期を最後に終了してしまってたんだ。オルフェンズはいろいろな意味で、話題になった作品やったな。いろいろと原因はあるみたいだけど、視聴率の低下が最大の原因と言われてる、このあたりは、配信サイトの躍進というのもあったと思うんだ。せやなー。わざわざテレビの前で、見いひんでも、Tアニメとかアマプラで見れますからね。だけど、10年、20年前の僕ら、私たちは違ったと思うんだ。テレビの前にかじりついて、いろいろな作品を日曜夕方5時に見てたはずなんだ。何もかも懐かしいな。そんなわけで、今回は、日語、そして全身たる努力の作品を振り返りつつ、いろいろな作品の私の個人的な思いを綴るだけの動画です。コラムとは、もはやエッセイでは？きらぼし。いや、それ通じる子は少なくなってきてるで。私は、私のやりたいことを動画にしてるだけだからね。すごい、アニメレビューも、リュウさん個人の意見やのに、今回はさらに身勝手、自由。日語枠の前には、土曜の6時のアニメ枠、ドロクってのがあったんだ。ドロクの初期は、三丁目の玉、うちの玉知りませんか？とかの、いわゆる子供向けのアニメが多く放送されてたんだ。うわぁ、懐かしいわ。アニメ枠っていうよりは、子供枠っていう認識で、アニメだけじゃなく、ウルトラマンとかも放送されてたんだ。なるほど、ドロクの時は子供向けのテレビ番組の放送枠やったんやな。平成ウルトラマンシリーズの始まりでもあるんだ。私は、ウルトラマンはそこまで詳しくないから、普段レビューで触れることはあまりないんだけどさ。詳しくない知識で語ると、墓穴掘りますからね。ただドロクで放送された、ウルトラマンティガだけは語れるんだ。すごいピンポイント。すごく小さい頃はウルトラマン太郎とかをビデオで見てたりしてて、フィギュアも持ってたんだ。小さい頃のリュウさんはウルトラキッズやったんやな。いや、どっちかというと、仮面ライダー派だった。そんな私がドハマりしたウルトラマンティが約26年前に放送されたこの作品は V6 の長野博さんが主人公をされてたんだ。ジャニーズがウルトラマンやったんやな。そのせいで権利関係がいろいろややこしいみたいよ。私未だにテレビに長野博さんが出るたびに、あ、大悟だって認識しちゃうんだよね。 V6 っていうより私にとってはウルトラマンティがであり大悟隊員なんだ。子供の時に刷り込まれとるんやな。光と闇という人間が持ち合わせるテーマ、ウルトラマンティがのかっこよさ、大悟とレナの関係性、本当に思い出深い作品だよ。リュウさんがここまでウルトラマンティが語るとは。そんな特撮も放送される中で、ゾイドシリーズも多く放送されてたんだ。懐かしいなぁ、ゾイド。あの時代やのに、CG でゾイドが描かれとったもんな。うん、機械生命体である、ゾイドが CG で描かれてるんだけど、今見返すと、古さは確かに感じるんだけど、これが20年前、って思える CG のクオリティは、本当に素晴らしいんだ。ゾイドも、結構、息が長いコンテンツよな。ゾイドワイルドとか、最近やっとったし。ゾイドあたりから、このドロクの視聴者層が少し上がっていったんだ。そして、ドロクから、後の日語にもつながる、変革とも言える作品が、機動戦士ガンダムシードなんだ。おお、確かに夕方アニメのイメージやわ。どこか、昼ドラ的な雰囲気さえあるストーリーは、子供向けとは決して言えない、遺伝子操作された人類コーディネーターと、自然体な人類であるナチュラルという対立構図、その狭間の立場に立たされてしまった、主人公の苦悩。夕方アニメで、主人公がヒロインとベッドインしたシーンがあるのは確かに異例かもしれへんな。ターゲットの年齢層の引き上げだけじゃなく、この作品は女性層も多く掴んだ印象が強いんだ。ああ、確かにガンダムシードは女性人気めっちゃありますよね。当時の私の女性の友人もガンダムシードにドハマりしてコミケに行って同人誌を買い漁り、コスプレまでしてたのを覚えてるよ。わお、めっちゃハマっとるやん。ちなみにイザーク派だった。わかるで。続編であるガンダムシード、デスティニーも同じドラクで放送された。まあ、デスティニーに関してはちょっと、いろいろ言いたくなる気持ちもあるから、また別の動画で。試し花。そんな視聴者層の拡大をさらに後押ししたのが、鋼の錬金術師なんだ。鋼錬、やあ。1話のあの始まりは、本当に衝撃的だった。錬金術の禁忌を犯した兄弟の物語。そんな物語の印象を、ぐっと深める1話と、ポルノグラフティが歌うメリッサが、めっちゃかっこよくてね。リュウさん、当時、カラオケでめっちゃ歌っとったな。鋼の錬金術師は、後に日語で、もう一度アニメ化されてるんだ。短いスパンで2回アニメ化されるのは、珍しいよな。ドロクの最初の鋼の錬金術師は、原作がまだ終わってないどころか、連載開始して、あんまり時間が経ってない時に、アニメ化されたってのもあって、アニオリ要素が、すごく多いんだ。
終盤はほとんどアニオリストーリーやもんな。うん、この時代はまだアニオリが許された時代でもあった。今だったら大炎上してると思う。でも私は原作は原作、アニメはアニメだと思ってるから、この時代のアニメオリジナルストーリーで話を終わらせるやり方は割と好きなんだけどね。原作とアニメで違った展開やからこそ、一粒で二度おいしい的な面白さが生まれますもんね。原作準拠で作られた日後の鋼の錬金術師も好きなんだけど、私個人としては最初に見たのがドロクノだったこともあって、原作の改編、そして完結編たる映画版のあのオチも好きなんだ。原作とはまるで違うオチやもんな。どこかビターさの残るエンディングはいつまでも今も余韻が残り続けるような、そんな感覚を覚えるんだ。ただ鋼の錬金術師の後の作品からドロクの視聴率はやや振るわなくなってくるんだ。あらら。ブラッドプラスという作品はダークな世界観と重厚な雰囲気とストーリーで評価されてる作品ではあるんだけど、ちょっと作品全体として暗すぎた感じではあるんだ。ブラッドシリーズってなんか深夜アニメでもやっとったよな。うん、後に深夜アニメとしてブラッドシーってのが作られたけど、あれはなんかちょっとわけのわからない感じだった。なんか無駄に黒かった印象や。テンポイーブン、あやかしあやしという作品は視聴率の低下やドロクの枠移動の流れもあって、本来は4クールの作品が2クールになっちゃったんだ。かわいそう。さらに地球へという作品はもともと深夜アニメとして放送するはずだったんだけど、ドロクで放送されることになっちゃって、視聴者層とのミスマッチが生まれてしまった。もったいないな。個人的には好きだよ。そしてドロク最後の作品である機動戦士ガンダムダブルオーファーストシーズン、おダブルオー、この作品はいわゆる分割4クールで放送されたんだ。ファーストシーズンはドロクで、セカンドシーズンは日ごと放送枠をまたにかけた作品だった。はい、そんなことになっとたんやな。美少年のキャラクターデザインはガンダムシード以上の女性人気を獲得した。そのおかげもあって日後という枠が定着したような印象を受けるんだ。あ、ようやく日後の話になったんやな。4人のガンダムマイスターと呼ばれるメインキャラたち、そんな彼らの矛盾のある行為だけど、矛盾があるからこそそれぞれのキャラの葛藤と正義がストーリーを生んでいたんだ。映画にもなっとったよな。うん、メタル刹那はいろいろな意味で話題になった。最終的にはメタル化する主人公の作品ですって知らん人に説明しても絶対に伝わらなそうやな。日後の初期はダブルオーみたいに放送枠をまたにかけたり、コードギアスのようにファーストシーズンは深夜アニメで、セカンドシーズンを日後みたいな作品も結構あったんだ。コードギアスも日後なんか強いな。日後クランプが手掛ける美麗なキャラクターデザインは女性層をつかみ、ナイトメアフレームのゴテゴテとしたロボットデザインは男性層をつかみ、どこか中二病感のあるギアスという能力は多くの中二病患者を生み出した。コードギアスは三大中二病患者が生まれる作品の一つやからな。個人的には2期よりも1期の方が好きなんだけど、1期も2期もラストが好きなんだよね。1期のラストは衝撃的やったな。ここで終わるんかみたいに思ってしまうたわ。鋼の錬金術師の一作目と同じように、どこかビターサの残るエンディング、ドロクも日後もこういうエンディングが多い印象だね。日曜朝アニメみたいに完全懲悪やなくて、ちょっと大人な雰囲気があるのが日曜とか土曜日の夕方アニメやったな。日後が定着した中で生まれた奇才、それがスタードライバー輝きのタクトなんだ。キラ星、この作品もそうなんだけど、ドロクや日後のアニメはアニメ制作会社であるボンズさんの制作が多いんだ。ボンズといえば土曜や日曜の夕方アニメって印象のある人は多いんじゃないかな。キラ星、この作品はいわゆるロボットアニメではあるんだけど、ストーリー覚えてる人少ないんじゃないかな。私自身も大まかな流れは覚えてるんだけど、どっちかというと今で言えばパワーワード的な言葉が印象に残っちゃう作品なんだ。キラ星、銀河美少年という言葉、敵であるキラ星十字弾の決めセリフな、キラ星という謎の言葉、どこかシュールさすら漂うこの作品は一度見たらいろいろな意味で忘れられない。はっ、なんや、私今まで何を、キラ星、キラ星って何、何がキラ星なんや、バカバカしい。あれから約12年、私は未だにキラ星とは何だったのかと考え続ける日々だよ。キラ星って何なん？さあ、日後枠は、いわゆる少年漫画原作のアニメもすごく多いんだ。青のエクソシスト、マギ、七つの大罪、アルスラーン戦記、僕のヒーローアカデミアとかね。ザ少年漫画みたいな作品も多いですね。うん、王道のストーリーとキャラの魅力がある作品も多い印象だね。個人的には、この中だと、僕のヒーローアカデミアは大好きな作品だよ。ヒロアカ、原作は、あと1年くらいで終わるらしいな。最後までアニメでやってくれると嬉しいですね。ボンズ制作だからこその作画のレベルの高さ、何の能力個性も持たなかった少年がヒーローと出会うところから始まる物語、私は大好きな作品だよ。日後の作品は子供も大人楽しめる作品が多い感じなんやな。その中でも異色と言えるのが宇宙戦艦ヤマト2199とハイキューかもしれないね。ああ、宇宙戦艦ヤマトやっとったな。宇宙戦艦ヤマトのリメイク作品なんだけど、今もシリーズとして続いてるんだ。なんかいっぱい作られとるよな。私は
映画になってから見てないんだけど、今度制作されるのは大和予言にリベル3199らしいよ。千年も時間経っとる。もう一つの配給は男子バレーボールを題材にした作品なんだ。内容的には王道のスポーツアニメなんだ。私はスポーツアニメはそんなに得意な方ではないんだけど、配給だけはちょっと別格だね。配給も原作終わったんやし、最後までアニメでやってくれると嬉しいんやけどな。意外なことに土録日語の中で唯一のスポーツアニメなんだ。あ、だから異色やと。うん、このコラム動画作ってる時にそれ気づいてびっくりだよ。意外な事実やな。ここからはちょっと暗い話だけど、日語枠が終わったのは視聴率低下が原因と言われて、日語枠で Google で調べようとすると戦犯って言葉が出てくるんだ。どの作品が原因なのかってことですか？うん、その代表格たる2つの作品が機動戦士ガンダムエイジと鉄血のオルフェンズなんだ。ああな、なるほど。ガンダムエイジに関しては日語という枠に対してやや子供っぽいキャラクターデザインだったり、既存のガンダムファンが求めてるものと違ったり、日の脚本やストーリー構成の問題点だったりと、いろいろと問題点があることは事実ではある。当時めっちゃ燃えてましたもんね。日野さんのツイートがよく燃えてたよ。日野さんも余計な一言みたいのが多いんよな。個人的にはテレビシリーズに関してはそこまで面白さがピンとこなかったんだけど、後に制作された総集編である機動戦士ガンダムエイジメモリー OF エデンを見てかなり印象が変わったんだ。そうなん？うん、この総集編はガンダムエイジという4部構成の作品を2部から始めるストーリー構成にした総集編なんだ。あえて2部からですか？この総集編を見るとガンダムエイジってこういう面白さがあったんだって気づかされる部分があって、大幅な追加シーンの中でのキャラ描写と戦闘シーンは本当に素晴らしいものなんだ。テレビシリーズでは足らへんかった部分が総集編で足されとる感じなんか。ガンダムエイジも10周年を迎えた当時の視聴者の方の中にはあまり良い印象を持ってる人も少なくないと思うけど、ちょっと試しに10周年を迎えたことだし、機動戦士ガンダムエイジメモリー OF エデンをぜひ見てほしい。あれ、ガンダムエイジ面白いってなると思うよ。お、そこまで言いますか。鉄血のオルフェンズに関しては1期はすごく面白かった。1期花。1期の面白かったところが2期ではなくなり、あとはお察しだよ。と止まるんじゃねえぞ。そのセリフとか悪い意味で話題になってしまって、しかも鉄血のオルフェンズで日語枠は終わってしまったんだ。ああ、余計に評判の悪さにつながりますね。だけど日語枠は終わってなかったんだ。お、なんと今年機動戦士ガンダムシリーズの最新作である機動戦士ガンダム水星の魔女が日曜5時に放送されることが決定。日語枠の復活やん。びっくりだよね。まさか日語を復活させて放送するとは思っても見なかったんだ。ガンダムといえば休日の夕方アニメっていう印象がある人が多いからかもしれへんな。2022年の10月、再び動き出した日語枠、多くの名作が生まれた日語という放送枠の復活に一オタクとしてワクワクしちゃう気持ちがみんなにも分かってもらえたと思う。懐かしいし、面白い作品ばっかりやもんな。最近は当たり前のように D アニメとかの配信サイトでアニメを見てる私なんだけどさ、今年の10月は日曜5時にテレビの前で見てるかもしれない。普段は配信サイトやけど日語枠やとやっぱり思い入れもあるからこそって感じやな。機動戦士ガンダム水星の魔女がどんな作品になるかはわからないけど、私は今年の10月は日曜17時はあの頃と同じようにテレビの前に座ってるはずだよ。ほなまた次回。じゃん。